今日は記念公演。はい、皆さん、こんにちは。あれ、おずか？あれ？今な、ちっちゃすぎて見てない。そういうことじゃないか。オランクチュー。おずかたランバッですね。アストルランバッ。レアだけどね。そうだね。今回、30分の中継。うん、30分。今日は、まあ、秋、11月の、ね、頭、そうですね、秋ということで、日本では紅葉が、ね、紅葉ですね、有名だね、有名だね。で、紅葉が都内ですごい綺麗に見えるところが、立川駅にある国営昭和記念公園。俺、行ったことない。俺もない。あと、俺秋はないわ。なんか春行った気がするけど。俺、行ったことない。なんか遠いからな、立川。いやいや、1時間くらい。いやでも、なんか遠いから俺、新宿御苑行った方が近いよ ね、新宿だし、とか、なんか代々木公園とか近いから。でもなんかもう広さも全然違うし、そうめっちゃ綺麗なので、だと思うので、はい、今日はね、そこでいろいろ景色見たり、写真撮ったり、ピクニックとかね。レッツゴー。はい、皆さん、ピクニックといえばね、フルーツサンドサンドですね。フルタバカリ、アクチョバ、アクチョバ、フルタバカリ、フルーツサンド、フルーツサンド、マジ、うん。あ、そっか、そかそか、そう、うまそう、うまそう、これもうまそう、クリームチーズ、うまそう、めっちゃ多いな、サンド。飛ぶぞ、ここがちょっと限界になる。飛ぶぞ意識。これもうまそう。シャーマスカット、終わりだよ。大逆ですね。じゃあ買いましょうか。はい、2 hours later. Hello, Grandpa. Yeah, Grandpa. Hello. 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 Hello.本当はこっち側に行くやつ。え、皆さん、これは日本では、ね、言い訳と言う。いや、まあ、普通に悪いわ。認めた。これは悪いわ。珍しい。ドンキでブルーシート買ってください。うん、はい、行きましょう。Let's go。はい、皆さん、お通貨は、ブルーシート。ブルーシート。買うんだけど、僕たちは、マカン。お菓子。あ、マカンじゃない。アメリカウェイ。痛いかな。いや、いいよ。これ美味しいから、サワークリーム&オニオン、俺美味しいよ、めちゃめちゃうまい。レイス、胸ぐらを掴まれてマリキマスターもアンビーポッキー、いや、うまいな。いや、痛いじゃん。痛い？いや、今ボロ、いや、マンタップルカス、あんまりすげえ。ああああああ、そう、2個買いました。それ大事、これね、マンタップルウェナ、トルウェナ、これもうえな。これは本当にうまい。俺とよ、友がめっちゃ好き。めっちゃ好き。チョバ。あ、食ったことないの？ない。マジ？これも、なんか安いし、すげえ。本当だ。俺が友に紹介して、なんかもらった。そう。あ、じゃあバイラル。いや。バイラルでインドネシア。バイラルで早稲田。バイラルで早稲田、4年前。4年前かよ。ウンパトタウン。俺らギリギリ入ってないよ。3年前だ。そうかしっかりしてる。見つかったクソでかい。6畳。あ、割としっかりしてる。でかい。俺の一人暮らしの部屋が7畳だから。半ピル。え、でかすぎ。半ピルか。たまるとでかすぎ。6でかない。まだ参った。はい、次は弁当ガストで買います。何がいい。唐揚げ。はい、唐揚げ。おい、唐揚げ。よし、行きましょう。お弁当。おいがいっす。来た。持ち帰り。面白いね。もうなんか、ここで買った。なんか、机で。机で注文して、持ち帰り。お願いします、持ち帰り。唐揚げ。うまそう。まんたちうわ。はい、皆さん、着きました。昭和記念公園。でかすぎ。うわ、でかすぎ。はい、皆さん、学校ありがないね。一人450円。パトラタス、リモコロ。お願いします。マスマスマスキマス。
マスキン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 マス
awannya kayak harum manis. Wadidaw. Oke, saatnya kita piknik. デカブルーシート引いていきます。 OK。 俺の部屋だよ。昔の大塚の家ぐらい。昔の大塚のリビングに引いてさ。じゃあ開けましょう。うお、でかどう思いますか。バカですね。ゴル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 でかっ。はい、皆さん、はい、着きましたね。今、弁当食いたいと思います。はい、秋といえば食欲の秋。そっか、食欲の秋。スポーツの秋、読書の秋、食欲の秋、もう全部。なんか、それあるの。俺、食欲の秋しか知らん。いや、もうめっちゃいろいろある。睡眠の秋も言うかもしれない。マスブルボーン。食欲の秋は、秋だったら、もっと食欲上がるやん。秋ってサンマとか松茸っていうなんか日本の高級なキノコなんだけど、そういうのが食べ頃の時期で、美味しいものが秋に旬のあれが多いね。そんな中我々は唐揚げを食べたいと思います。いつでも旬ですね、唐揚げ。食べても美味しい。じゃあスポーツの秋では、もともとスポーツの日っていうのが祝日が10月にあって、そうか、10月か9月にあるんだけど、秋ぐらいに学校とかで芸術週間みたいなあって、読書しましょうとか、あ、あるある、そういうのがあるの。理由は何だろう。夏休みでたるんでたから読書しやすい。確かに夏休み遊んでたから。まあなんか景色綺麗だし、とりあえず読書しとくぐらいの。まあ確かに景色綺麗だし、気温もちょうどいいから、なんか外で読書気持ちいいからね。気持ちいいよね。まあ食べますか。はい、いただきます。いただきます。いただきます。唐揚げですね。じゃあサラダ。うわりだお。インドネシアは10月、11月ぐらい、季節とかじゃなくて、祝日とかね。11月の10日は英雄の日。英雄、英雄の日。戦争とかな。そう、戦争。なんか日本とかオランダ、オランダ、はいはいはい、がなんか占領してたよね、植民地。英雄の日は何か自分たちはなんかするとかないとか、活動とかしないとか。そうかな。他とか、上なんか頑張ってきて、何に棚あいる多分、まあ学校によって違うんだけど、大体そういう系。うん、今日はあれですね、家族が多いですね。多いね。あと犬連れて散歩、気持ちいいよね。マジ素敵。いや、こんな中でご飯食べるめっちゃうまいわ。なんかさ、日本は運動会、秋じゃない。秋や。俺の学校は春だった。学校によって春か秋か、そう、どっちかが文化祭、5月に文化祭やって9月に運動会。だから俺10月文化祭だった。逆なんだ。俺どっちも9月に。忙しい、忙しい。体育祭終わった後文化祭。運動会はどういうことやってるの。走って競争とか。なんかクラスごと。いや、俺らはクラスごとじゃなくて、赤チーム、青チーム、黄色チームとかで、6団体、6チームぐらいに分かれて。俺5色ぐらい、6色ぐらいかな、に分かれて、ランダムで。学年も男女も全部ランダムで分かれて、で、それぞれでダンスとか、あのリレーとか、あとはあのスピットゲームだった棒のやつ、スラシキ
俺ら棒だった。棒なの？俺綱引きやった。なんか真ん中に棒があって、そう端っこからボーッと走り出して。砂だった。砂もあった。あとはね、棒倒し。あ、棒倒しなかった。棒倒しっていうのがすんげえ高い棒があるの。その上に旗が1本置いてあるの。ああで、その周りにディフェンスの人たちがめちゃめちゃ固まってて、ああで、オフェンスの人が旗を取りに来るんだけど、まあ、それを防ぐ。で、先に2チームあって、先に旗を棒を倒して旗を取った方が勝ち。これめっちゃ危険だよ。あれ、暴力的だよね。めっちゃ危険。俺は、こうするとき、キムスチケの後で、うどかい、うん、で、それは、クラス、グッド。めっちゃ多いじゃん。じゃあ俺らでいうクラスマッチみたいな感じか。多分そうクラスマッチあるクラスマッチ。うんないわ。1年生1学期かなの終わりぐらい7月ぐらいに俺らやってた。でクラスマッチでフットサルとか、うん、卓球とかバスケット。俺球技大会っていう名前でしょ。まあそれはある別のあるある。俺らから別俺らあったで FIFA もある。え FIFA ゲーム e フットボール。そうそうそう。やばなんか俺の高校はさみんななんかクラスごとになんかパソコン持ってる人あって、うん、でコントローラー持ってる人もやってる。絶対一人はいいじゃん。絶対一人はいい。俺もやってる。うん、パソコンが持ってかんじゃから なんかさ、いずれしあの授業だったらさ急に先生が来ないとか場合もある。そうなんだ。そう。そんなことない。何も言わないで。でその日にいい。ああ。で代わりの先生来ない。来ないの。代わりの先生はいない。いい。まあ授業によって違うけど、そういうなんかフリータイムがあるんだ。あるからみんなやる。いいな。日本の高校だと学校にパソコンとか iPad を持っていくっていう習慣がないからな。だから使わないからな。使わない。俺は使う。発表とか。あ、そうか。発表ないんだ、日本。ナショナルスクールじゃないです、多分。インターナショナル。そうだよね。はい、皆さん、これからね、お菓子とか。フルーツサンド。いただきます。いただきます。メロン。じゃあ俺、マスカット食べたい。じゃあ俺、それ食べたい。リンゴ、じゃあ、イチゴ、マスカット、イチゴ。いただきます。うまそう。うまい。バリンゴうま。一番高いよこれ。これ750円。そうそうそう。これが600円。これ450円。安っ。あ、じゃあ俺これでいいわ。安い男だ。いや俺これ安い男なんで。うまい。俺リンゴ好きだから。俺アップルパイ見たらもう毎回買っちゃうもん。うまっ。うまいな。クリームも美味しい。パンもなんか薄めでもち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 で食べやすいわ。はいリンゴいきます。これシナモンリンゴだよね。そうシナモンリンゴ。ストロベリーアップルストロベリー。うまい。あ美味しい。やっぱシャインマスカットこの時期一番うまいわ。うまっうまっ。なんで順番かGuys, lihat guys. Wah, kucing gemuk segitu. Macam apa ini? Kau gak kau? Ensok, ensok, ensok. Ensok itu apa? Piknik, macam mana? Ada. 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 Ada.俺勉強したい。でみんなも作業勉強したいと思います。1時間ぐらい。Let's go productive guys。sambil makan。sambil mamam。2000 years later. Nice!
はい、じゃあ今ですね、イチョウがめちゃめちゃ綺麗なところにいるんですけど、キラキラ、はい、お疲れさんに今写真撮ってますね。いや、やばいよ、ね、すごくない？で、まさかの事実なんですけど、まあ、ジェロムが今日4時半までゼミ、うん、で、さっきのところで勉強してるんですけど、ここ閉園時間が4時半までぴったりですね。なので、まあ、とりあえず俺らがここ紹介して、で、まあ、ちょっとバスケットボール借りちゃったんで、ちょっとバスケして写真とかも撮って、そうですね、ジェロムご飯食べに来ただけですジェロムご飯食べてゼミしに来ただけですね。なんかかわいそうっちゃかわいそうだけど、あ、今日差しがめっちゃ綺麗だから今写真撮ろう。フォトシュガイズ、おお、いいじゃん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 、おお、バグスバグスバグス、よ、いい顔いい顔。はい、これでできた写真がこちらです。はい、もう一回、せーの、これ絶対今のめっちゃいい写真撮れた、今めっちゃ良かった。今からワンオンワンですね。はい、違いますか、フリースローですか、フリースロー対決。じゃあまずトモヒロから。ブラッ、おー、綺麗。ブラッ、なんかいるね、なんかいる、野生のゴリラ、野生のゴリラ、チーズマック、なんか全然違うから、Guys、 片付けがいい感じに完了しまして、これから帰りたいと思います。俺まだどういうピクニックでも俺終わった、そうです、オッケー。で、さっきあの辺で100枚ぐらい一気に撮りました。悲しい。また来よ、また来よ。皆さん今からですね、帰りたいと思いますけども、ジャムさん。お願いします。ちょうど閉園時間の4時半までゼミらしくて。もともと閉園時間、うん、4時半は早くない？ちょっと俺も早いと思った。早い。公園にしてはね。そう、だからこのプランを立てたんだけど、クソプランだった。でもさ、秋だとなんか4時半でももう、そうね、暗いね、雲とか夕日がめっちゃ今綺麗、なんかここのイチョウのさっきのとこライトアップしてるって聞いてたから夜までやってるのかなって思ったけど、やってませんでした。では帰りましょう。でも楽しかったもんね。そうね、ゼミがすごくゼミ楽しかった、ゼミも楽しかったし、まあなんかみんなと一緒にいたら楽しかった。なんか好感度上げようとしてないね。今なんかさっきまで動画に出てきてなかったから。皆さん好き好き。はい、じゃあ皆さんで、せーの。ありがとうございます。まだ。じゃあ、はい、終了。
った後。めっちゃ綺麗だった。はい、それでは皆さん見てくれて。みんなもね、もし秋日本に来たら、秋か春、そうね、ここに来たら最高。はい、インドバンガ、冬だったらボタクすぎね。木がボタクすぎるな。木が、ね、木が全部葉っぱが枯れちゃってボタクすぎる。そうそう、ボタクすぎる。すぎる。OK、 どうぞ、like、コメント、subscribe、guys。じゃあまたね。またね、またぷ。じわー。